つぶり。それどこの頭？尻尾。この番組はプロジェクトスカードの物語を知ってもらうため、声優メンバー8名が月替わりコンビとなってお送りする番組です。ナレーションはプロジェクトスカードのアンバサダーとなった山上義之助がお送りいたします。今月の MC2 人、エイジ役の高坂敦史と鏡役の榎木純也は、前回指令に従って最後のプロスカ宣伝会議を実施。これまでのコンビのアイディアをまとめてもらう予定が、容赦ないダメ出しや公式キャッチコピーに頼るなど違う方向に走り出し、最終的にはフロンティアワークスが頑張れというある意味本質をついているが、今までみんなで積み上げてきたものを破壊する意見でまとめるという暴挙に。さあ、いよいよプロスカ TV は最終回。トリを任せられたコンビとして、プロジェクトスカードの今後の発展につなげてもらいたい。こんばんは。引くプロスカ TV 地の底から始まったな。今回で4週目でございます、はい。キャラクターの紹介をどうしますかということなんですけれども、まあ今回は、声優を務める僕たちの声で、自分のキャラクターなんか思うこと、例えばエイジに対して思うこと、違います多分違います。アクリル板で聞こえない余計声がかぼそすぎてエイジのこととか、鏡に対して、なんかこう演じてみてどうだったかとか、今までにない本当にキャラクターだったから、僕は新しいなんか正統派に、そのなんだろう、作品の中で一番 強いであろう設定っていうのは、すごい自分の中で新鮮だったから、やってて楽しかったよ。圧倒的な、常に余裕がある感じとかっていうのは、どっちかっていうと俺常に余裕がない感じのキャラクターが多かったから。あ、そうなんですか。どうしようどうしよう、ちょっとおどおど系、おどおどねっていう感じ。新しいところ。じゃあ、そうそうそう、やりにくさとかなかったんですか。あのね、タバコ加えて喋るってこんなに喋りづらいんだとは思ったよ。タバコはね、単純に口動かないですよね。もごもごもごしちゃってて、何回か撮り直したもん。タバコ加えながら喋る人っているんですかね、実際。でも映画とか見てるとさ、いるじゃん、なんか外国人はかっこいいじゃないですか。そうそう、発音の仕方が日本語と英語違うからさ、なんか、まあ、暁トークって、僕らは日本語でやってるから、日本人に、まあ、名前も日本人ですけど、東京暁。ちょっとなんか外画っぽい雰囲気はね。そうだね、自分の役作りで外画から取り入れてる部分は結構あったかもしれない。ああ、そうなんですね、なるほど。スカードが求めてる部分って割と おしゃれな部分を前面に出した感じっていうのが割と自分の中にあったから、僕の偏見かもしれないけど、海外の映画からおしゃれ、それはありますね、入れた感じは多かったな。なるほど。鏡はどうやってみて。鏡はね、まあ病弱なところもあるキャラクター。ああ、そうだよね、まあ、僕も病弱なんで。いや、本当病弱だったらそんなに働いてないでしょ。いやいや、もうだから命の灯火を使って働いてる今も着々と生きて燃え尽きろうそく足して元気ですけど、僕は元気ですけど元気ですけど、僕ももともと体弱かったんで。ああ、そうなんだ。髪の毛すごい長いよね、鏡。長いっすね、あんな長くしたこと僕もない。ない、ていうか髪型そんなに変わらないんだよね。変わんないっす、もう何十年も変わってないっすね。あ、そうなの。それが自分のベストなんだ。ベストというか、なんかあれじゃないですか、もうなくないっすか、他に。目に入んなければいいみたいな。たまに思わない、丸坊主にしたいなとか。あ、それは思いますけど、それはなんかハゲた時に撮っとこうかな鏡の話から。鏡が丸坊主にして、鏡丸坊主にしたい。鏡丸坊主にしてもかっこいいと思いますけどね。まあ顔は端正な顔してるからな。端正、なんか髪の毛なかったら洗うのが大変そうですけどどうしてるんだろう、何を話して生活するのも大変でしょ、僕カフェにいたんで。ああ。ってことはシャンプーとリンス大変だよそこまで困窮してるんですか。ドライヤー電気代すごいよ。あんな髪の毛の量、汗だくなっちゃう。めちゃくちゃ髪の毛心配してくれますね大丈夫もうなんかひどい話になっちゃいましょうということで4週目、僕らは何をするんでしょうか。お、指令書だね、指令書があります、はい、こちらでございます、ただーん、仲間とつなげろ、4組が協力して一つのものを作ってメンバーと気持ちをつなげよう。プロスカポスター共同制作。ポスター、ポスター、ポスター、あれこれじゃダメ、これじゃダメなんだよねちゃんとしたポスターを作る。ポスターを書くっていうことでいいんですかね。っていうことだね、これ、みんなもじゃあ書いてるっていう。今までのメンバーはね、もう書いてるんだって。で、僕らがそれに書いて完成させる、
まあまあまあ我々なら大丈夫でしょ。だって A 得意でしょ。多いっすボソッと A 得意ですか。得意っすやっていきましょう。頑張ろう。前みんなが書いたモンスター見てみよう。見ていきますか。なんか、なんか画力の差それすごい。え、一番左下これ何5歳児連れてきたの5歳児。アーサー君は作風ですぐ分かるね。アーサー君はアーサー君、ね、あれ右上は野上。野上だね。なんかキャラ化したな。野上意外と可愛い絵描くんだね。で増山君が千葉賞。千葉賞はなんかパースばっかり描いてる。千葉賞パースちょっとな芸術的になっちゃってるけど、ね、タクうまいな。ねえ、なんか何でもできるんだな。すげえな。じゃあこの作風に合わせるのは不可能ってことが分かりましたね。僕らは僕らで描こうか。そうですね、じゃあ雰囲気下絵ね。下絵ね。まず下絵ね。下絵ね。はい、っていうか、あの高坂さんあれですよ。何最後このど真ん中にタイトルを書くんですけど、プロジェクトスカードって。あ、え、俺が？それコーサーさんに。そうなの？最後じゃあそれその文字入れも。わ、分かりました。よろしくお願いしますね。はい。はい、書いていきますか。はい。銀色使っとけば花火になるだろう。で僕の絵って結構グッズとかになったりしてるんですよ。あ、そうなの。あ、なってたね。プロじゃプロなんですよね。あ、画伯だ。画伯です。なんかもう。すごくいい感じになってきた。俺も5割ぐらいできてるよ。5割ぐらい。5割ぐらいできてる。あ、できたかも。下書きできました。お、早い。色素薄。あ、そんな何でも早いね。よし。僕はまだ待ってればいいですか。ちょっと話つなげといてよ、じゃあ。話つなげとく。うん、ちょっとえのき君生まれた時から今までの話。生まれた時は生まれた時どうだった。10月19日に生まれました。ああ、どんな気持ちだった。生まれ落ちてしまったかって。あ、色つけてる。色つけた方がいい。だってみんな色つけてるから。お、色つけようがないんですよね。まあ色白だからね。色白だから。あ、ちょっと服かな。服の色。俺生まれた時あれだよ、はい、すごいおたけびを上げた。泣いたってことですよね、それ。ただ単に肌色に塗ったらちょっと鏡じゃなくなっちゃうな。白でも塗っとくか。見えるかどうか。民族みたいになっちゃった。こんな感じかな。はい、はい、2人とも下絵ができたということ で、はい、ポスターにじゃあ描いていこうか。描いていきますか。どっちから行きます。どっちから行く。僕から行きます。あ、じゃあそうして。じゃあ行きますね、うん、じゃあ僕が描いてる間ちょっと高坂さんこっちに来ていただけますか。はい、昨今の情勢を鑑みて移動しなきゃいけない。常に俺じゃあ後ろを向ければよ。そんな幅ないけどな。ちょっと銀だけもらっていいですか。はい、鏡ほぼ銀なんですよ。そうだね、こうやって見るとそうだね。鏡っていうぐらいですか。薄っ。この髪ちょっとグレーっぽい髪だから、より鏡の存在感が。これ髪の毛伸ばし始めて何年ぐらい。生まれた時からこんな感じです。鏡は。そっか、多分。あ、腕間違えた。腕間違えた。繋がるとこがないの。できました。うん、鏡でございます。えのきくんから見て鏡はそう見えてるんだ。名車行こうか。今の動き出しそうじゃない。なんかあの海外の新聞に載ってる4コマ漫画でしょ。今にも動き出しそうでしょ。動き出しそうって言わせたいですね。こう見るとやっぱタクうめえな。意外とああ見えてうまいな。まあ俺の方がうまいけどね。自信だけはすごい。というわけで完成したけどね。はい、うまいじゃん。いいんじゃない。かわいい。かわいいっすか。うん、いいよいいよ。
なんか自分でもいいかなって。この辺りが特徴的にいいかな。このポーズ再現したかったです。そうそう、ああ、でもこれってやっぱ腕ねじれてますよね。いや普通これ服の中で多分ねじれてる。一回この関節が下行ってこっち来てる。分かりやすくしたんだよね。鏡体多分柔らかいんで、うん、でもエイジも口から、あ、口が2つある。あ、これタバコだね。あ、タバコ。うん、左目鼻が開いてますけど。ああ、フルフィルかもね。あ、ペンダント忘れてる。ペンダント書いてある。ペンダント足すわ。もうでもタバコで見えないんじゃないですか。いや、もうどうかしてるけど。なんで銀色で書いたの。だってペンダント銀色だよ。そこ忠実にやる。まあ完成したということって、うん、いいんですかね。いいんじゃない。まあ手作り感があってね。タグルも書きますか。じゃあ俺が書いていいの。黒でいいのかな。いや、はい、思うままの色でいいんじゃないですか。え、英語じゃないといけないの。まあ、カタカナ、ひらがなやめておきましょうか。いろんな大人の事情がある。見ないと、見ないとダメ。え、書ける。書けます。あ、じゃあ書いて。いやいや、おかしいでしょ。いや、そこはでも、コウさん、間違ってもいいんで、見ないで書いてください。え、間違っていいんですか。さすがに間違っていけない。いろいろ間違ってる。うまいこと言われちゃってる。半分に肩を入れば、そうね。ああ、逆にかっこいい。なんかあのトンネルの壁とかに書いてある。あれみたいな。ギャングたちが。ギャングたちが書いてる。びっくりしたわ。いや、間違ってるからそれ。なんで A を2つ書いたの。いや、 R だ。あ、でも R だ。ギリ R だ。癖の R は。あ、もう、あ、それってごまかすんですか。作風ですよって。読めねえんだけど。ジェクトあたりが怪しい。このあたり。そのあたり怪しいけど。スカード私はかっこよく。ここなんて読むんだろうっていう目の引かせ方。ああ。って気にさせて、この絵は何なんだ、この絵は何なんだっていうことから、まあスマホで検索する。そうそうそう、都合のいい妄想を飛び立てていますけれど、大阪さん、このポスターですね、うん、なんかどっかに借り出される。お、やったね。え、いいの。すごく冷静だったけど、いいんです。まあなんか逆にすごいね、あ、店員さんが描いたみたいになってるんじゃない、これ。そうそうそう、ね、なんかお店とかに飾ってくれたら、ね、逆に作風がバラバラでさ、うん、気にならない。どういう話なんだろう。気にはなる。いろんな意味で、うん、すごいね。個性爆発ですけど、いいんじゃない。まあ、これがどこに貼り出されるかはまた後日、ね、うん、分かるということで、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、プロスカ TV、 我々の MC も今回ラストとなりましたが、まあでも今回の我々の担当付き、うん、どうでしたか。ああ、でもね、えのきくんとこう2人でやるっていうのは、はい、ほぼほぼ初めてだったかな。まあそうですね、うん、その8人でユニットをやってるでも、ね、2人で何かをするっていうことはそうそうなかったけど、はい、交わることのなかった、ね、2人が新しい化学反応が落ち着いた者同士が交わると、うん、結果落ち着くんですよ。落ち着いてるね。やっぱ大人の組だから、大人ペアだから。大人ペア、うん、まあ鏡とエイジもね、そうそうそう、年長組ですから、うん、そういうなんかキャラクターの個性を、うん、大事にしようって話し合って頑張ってですかね。あのエイジの声を思い出しました。ちょっと一言いいですか。これの違います。もう突っ込みはずしてる。この一月で思い出したかと思ったら、鏡は思い出した。いや、忘れてないですね。一応やってきますよ、うん、はぁ、違う。違うな、なんか違うな。まあまあこんな感じでね。なんで僕らね、いい、まあ、今回2人だった、この2人だったけど、はい、まあ、今後ね、もし何かあればね、別のコンビでやったりとかさ、ね、そうですね、そういうこともあってもいいかもしれないね、まあ、入れ替えて、シャッフルして、シャッフル面白い、そんなの面白いかもしれないって、うん、この展開に期待
そうですね、ね、はい、お願いいたします。はい、4ヶ月ですね、お送りしましたが、ね、まあ、この番組でおさらいしていただいて、今後のプロジェクトスカートをより楽しんでほしいと思いますので、はい、はい、本編もね、もちろんですが、また僕ら声優陣でも企画をね、ぜひやりたいと思ってますので、ね、皆さんその時のためにもプロジェクトスカードの応援よろしくお願いします。それでは4週にわたってご覧いただきありがとうございました。さよなら。バランスなんか取れた気がする、うん、いい感じすごい対等のがいい感じなんですね。そうですね、って書かなくて、そう書かなければ本当に間違えたんですか。あれの本当に間違えた。そうなの。最初あっと思って。告知コーナーです。今月が最後のプロスカ TV の告知なのでおさらいもしていきましょう。はい、ドラマ CD プロローグ編とエイジ鏡編ランジン編は好評発売中です。ランジン編には9月のファンミーティングの夜公演の優先チケットが封入されております。甲賀五月編は7月29日水曜日発売、そして和馬大和編は8月26日水曜日の発売です。甲賀五月編、和馬大和編にはボーナストラックとして AGF2019 で配布した音声ドラマ1と2がそれぞれ収録されております。はい、そしてキャラソンの発売日も決定いたしました。はい、僕演じる咲島鏡と高作さん演じる嵐葉英治が歌う英治鏡の運命を打つ約束をが9月30日発売となっております。ぜひ聴いてください。お願いします。続いてランジンが歌うタイトル右翼異性は10月28日発売、甲賀五月が歌うタイトルパトロールは11月30日に発売いたします。はい、カズマヤマトが歌うタイトルクラムジーは12月23日発売となります。それぞれの CD にはボーナストラックとしてミニドラマが収録されております。ドラマ CD とは少し違ったミニドラマも楽しみにしていただければと思います。はい、そして10月には朗読劇を開催します。詳細は公式サイト、ツイッターでチェックしてくださいね。はい、そしてですね、お知らせはまだ、はいはい、ムービック、メディコスエンターテイメント、グラファートショップから続々とグッズが発売されています。こちらもぜひチェックしてください。そして最後に、はい、もう一つプロジェクトが始動します。なんだろう。プロジェクトスカードのコミカナイズの連載が決定いたしました。はい、展開がね、早いね。展開早いね、ありがたいね。スカードはすごいですよ。楽しみですね。はい、そこはですね、公式サイトやツイッターでチェックしてください。はい、ということで告知は以上となります。はい、それでは高坂敦史と榎木純也がお送りいたしました。さようなら。